はい、皆さんどうもお疲れ様です。今回はですね、新キャラの、こちらティオが実装されたということで、このティオについてちょっと話していきたいかなと思っております。ガチャについてですけれども、ちょっと厳選も一緒に来てるというところなんで、ちょっと厳選やって、結構余裕があったら母体確保していきたいかなと思っているというところなので、とりあえず厳選やっていきましょうかね。はい。とりあえずは3万までは消化作業なんで進めていきますと。で、ここですね。ここで、4万以上引けたら、100連ぐらいしてもいいかなっていうところなんですけど、お願いしますと。おお、マジか。初めてだ。初めて、本枠でかなり当たり引いた。5万2000。これはもうガチャ引きましょう。はい、じゃあそしたらガチャ引きましょう。はい。本当は今、水木白雪、ちょっと育成進めようと思ってるんで、ラッキーセット買うというか、ラッキーセットに使おうかなと思ってたんですけど、ちょっとこれならさすがにガチャ引こうかなと思ってます。はい。一応母体は確保しときたいというところだったんで。はい。で、ティオですね。スキル見ていきましょう。ステータスですけれども、素早さ320ということで、そこそこ早い部類に入るのかな。350がボーダーラインかな。ちょっと、その辺は微妙ですけれども。既存キャラに比べたらそこそこは早いんじゃないかなと思いますね。はい。で、注目していきたいのは、HP と攻撃力というところなんですけれども、攻撃力4万3000ということなんで、火力キャラじゃないですね。はい。どちらかというと、攻撃はかなり低めだと思っておいていいかなと思います。で、HP は33万というところなので、こっちは結構高いというところなので、本当に、サポート系のキャラになるんじゃないかなっていうところですね。はい。ステータスだけの話ですけど。アクティブスキル見ていくと、イレースドレイン、スーパーヒルクリア、パッションドレインということで、新しいスキル3つほどあるんですけれども、まずイレースドレインから見ていきましょう。敵一体の状態変化を解除しダメージを与えると、使用者は与えたダメージの 100% 分回復する、この攻撃は敵のダメージ減少効果及びスキン系のパッシブスキルの効果を無視するというところなので、新しいですね。敵の状態変化を解除するっていうところなので、ステルスとか、そういうところに強くなるじゃないかなと思いますけれども、これ多分毒とかも解除しちゃうんで、その辺はどうかなっていうところですよね。はい。ただ、アサシン系と、スキン系、あれですね、追加効果でステルスの効果が、ステルス系の攻撃の追加効果に、クリアがついているっていう感じになるかなと思います。はい。結構面白いスキルですよね。あと、ドレインもついてるのか。なんか、ふんだんな感じですね。火力だけで見ると、通常の攻撃なんで、ティオの攻撃力分しかダメージを与えられないというところなので、やっぱりその、とどめを刺すっていう感じの動きにしかならないかなっていうところですよね。はい。相手の雷アンタレスちょっと削って、ステルス系の攻撃で確実にアイアンハートを持っていくっていう感じの動きとかになるんじゃないかなと思いますね。はい。お次、スーパーヒールですけれども、スピリットマイナス2のティエが100で、味方一体を使用者の攻撃力の 600% 分回復させるというところなので、シンプルな回復系の強いスキルが来たっていう感じですかね。はい。で、先ほどティオの攻撃力自体はそんなに高くないとは言ったんですが、さすがに6倍回復、攻撃力の6倍回復するってなると、ほとんどのキャラは、全回復近く、は行くんじゃないかなと思いますね。ブロッカーに使うんだとしたら、そこまでの回復力はないかもしれないですけど、多分6割ぐらいの回復力にはなるかもしれないですけれども、単純に今まで実装されてきた、回復系のスキルと比べるともう、でもあれか、アリアのなんたら、ブラッドヒールとか、よりかは回復しそうですね。あれ確か4倍だったんで。で、アルテミアのソウルヒールよりも回復はすると思いますね、絶対に。はい。次、クリアですね。これは、結構多くのキャラが持っているスキルというところなのでいいでしょう。で、最後、パッションドレインということで、
敵ったに攻撃、対象に5倍ダメージを与えて視聴者の HP を与えたダメージの 100% 分回復すると。まあ、あの5倍攻撃のドレイン付きっていうところで、まあ発動条件が場にいる敵が倒されるたびに使用可能というところなので、まあなんか追撃になりそうですよね。まあ、あのこっちのアタッカーキャラで相手を倒した後に、まあ、このティオのパッションドレインでさらに火力を出していくっていうところかなと思うんですが、まあ、先ほども言ったんですけれども、ティオそこまで攻撃力高くないんで、まあ、多分これはそんなに火力出る技じゃないかなと思います。あの相手のアタッカーを一撃で倒したりとかっていうような感じはしないですかね。はい、そこまでの火力は多分出ないと思いますね。で、一応あのバニル敵が倒されるたびに使用可能というところなんですけれども、スキルの効果で召喚されたキャラを除くんで、まあ、モリーとか倒しても発動はできませんよというところなので、まあ、しっかり相手の主力キャラというか、20体分のキャラのうちから倒していかないと使えないっていうところですね。はい。で、お次が、パッシブスキルですけれども、ヒーリングパルスとアイアンハートということで、まあ、アイハ持ちというところで、まあ、そのアイアンハート持ってるだけでちょっとヘイトは高いんじゃないかなっていうイメージになってます。で、ヒーリングパルス、これも新しいスキル実装されましたと。で、このキャラにターンが回った時に、バニール自身を除く全ての味方の HP をこのキャラの攻撃力の 100% 分回復させるということなんで、なんかもう本当に、ティオのイメージ通りのヒーラーキャラっていう感じはしますかね。はい。で、やっぱりアイハ持ちのキャラとすごい相性はいいかなと思います。まあ、ティオにターンが回るだけで、まあ、もしアイアンハート入ってるキャラがいるとしたら、まあ、それだけでも回復してくれるというところなので、まあ、相性がいいですよね。はい。まあ、ただですね、こういうヒーリングパルスみたいな全体に効果がある系のスキルって、で、まあ自分の予想だとヘイトかなり高いっていうところなので、そこはどうかなっていうところですかね。はい。で、武器についてですけれども、そのままの状態で杖、貫突させると剣というところなので、まああの先ほど言ったアクティブスキルのパッションドレインを、パッションドレインの火力を求めるんだったら剣を持たせる必要があるっていうところですかね。はい。まあその場合だと貫突必須になってくるので、まあちょっとまあ、なかなか大変かもしれないですけども、まあもともとの武器が杖っていうのは、まあ、かなり相性はいいかなと思っております。まあ、っていうのはやっぱりパッシブスキルのヒーリングパルス結構強力なスキルだと思いますので、まあ、杖で回転率を上げていくっていうのが、まあ、使い方としてはいいんじゃないかなっていうところですよね。で、 TU に関しても100と50と100なんで、まあ周りは早いかなと思ってますね。はい。で、まあ、ティオについてですけれども、まあ、エヴァテルの古参メンバーは歓喜したことでしょうというところで、まあ、そもそもまず久々の、男性キャラ実装っていうのと、まあ、ティオに関してはもともと人気が高くてですね、はい。まあ、自分も、まだ、結構前に、視聴者が考えた新キャラの動画のところでも、ティオって結構募集もやっぱあったわけで、まあ、結構皆さんがですね、求めていたものがついに来たんじゃないかなとは思ってますね。はい。まあ、ただ自分はどちらかというと性能を見ちゃうタイプなんで、今回のティオに関しては、まあ、多分自分は使うことないかなっていうふうに思ってますね。はい。まあ、っていうのも、サポートとして結構優秀だとは思うんですけれども、まあ、回復系のスキルってなんか別にそうでもない気がしちゃってるんですよね。はい。まあ、このティオを入れて他のキャラを延命させるんだったら、もう他のアタッカーキャラ入れた方がいいんじゃないかなっていう気持ちになってはいます。はい。まあ、スーパーヒールに関しても、まあ、結構回復力は高いですけれども、まあ、例えばこのスーパーヒールを、まあ、白雪とかに使ったとしても、まあ、白雪なんかはもう簡単にワンパンで倒されてしまう可能性もあるキャラではあるので、まあ、そのスーパーヒール使った分はちょっともったいなくなるかもしれないなっていう感じになっちゃいますよね。まあ、ただアイアンハート持ちのキャラとの相性はやっぱものすごくいいかなとは思っているので、多分このスーパーヒールは正直、まあ、個人的にですけどいらないなっていう感じかなと思ってます。まあ、アイアンハート持ちのキャラとの相性の良さだったらヒーリングパルスあれば
全然こと足りるんで、まあちょっとスーパーヒールまではいかないかなっていうところですよね。まあこれあくまで自分の意見なんで、まあ気にしないでもらえればと思うんですけれども、で、パッションドレインに関しても、まあ、弱くはないとは思いますけど、やっぱり先ほども言ったんですが、ティオの攻撃力がもともと弱いというところなので、そのティオのスキルで、まあ、スピリットマイナス2使われるんだったら他のキャラに攻撃してほしいっていうところになってくるっていうことを考えると、やっぱ自分は使わないような気がしますね。はい、まあ、なんかあのスーパーヒールじゃなくて、なんかどちらかというと蘇生系のスキルが欲しかったなっていうところですよね。まあ、あの一度戦闘不能になったキャラを、まあ、最後尾だかに復活させるみたいなスキルがあったら、もう花嫁り止めだとかやばいことになりそうなんで、まあもうそういう系のスキルだったらちょっと使う、なんだろう、使う価値はあったかもしれないですけど、まあこのスキルコースだと自分はちょっと厳しいですね、使うって考えると。はい、まあというところで、まあただやっぱり人気の多いキャラなので、まあ愛を持って育てたり、ガチャを引いたりする人が非常に多いかなとは思っております。まあ、こんなところですかね。で、武器に関しては既存のライフワンドというところなので、まあ、特に説明しなくていいでしょう。はい。まあ、ということで、まあ、あの、自分はあまり使う気はないとは言ったんですけれども、まあ、もしかしたら王と天下で、まあ、母体で活躍する可能性はもしかしたらあるかもしれないと思っています。一応は。まあ、防衛寄りのキャラかなとは思ってるんですけれども、まあなんで、母体だけは確保しときたいというところだったんで、まあ、ガチャ引いていきましょうかね。はい、ということで。まあ5万4000、まあ100連ぐらいで来てくれたら嬉しいというところで行っていきましょう。お、もういいよ、ここで割っていいんだけどな。ちょっとライフバンドはいらないですね。ライフバンドはいらないんで。まあ、杖ならもっといい杖いっぱいあるんで、特に気にしなくていいかなと思います。で、SR はゲフエルね。まあでもゲフエルに関しては、まあ SR の中ではスタン系のスキル使えるんで、まあ問題はないというか、そこそこ強い部位に入るかなとは思いますね。よし、終わっていい。もう終わっていい。ちょっとラッキーセット本当に引きたいんで、白雪はちょっと200レベルにしたいんで、終わってほしいですね。はい、おっとゲフェルかと思ったけど、やったお早い40で、よし 40? そんな引いたっけ。まあでも50以内ですね、はい、僕は強くなると決めたんだ、もう誰も失いたくないから。いいですね、やっぱティオっぽい塩っぽいですね。でもティオ実装されたことであれですよね、あの他の男性キャラも来るんじゃないかっていうところで、まあちょっと復帰する人来そうですよね。はい、まあなんかあと特に人気どころだと何がいいんだろう何がいるんだろうっていうところです。オズとかですかね、あのメインストーリーで来た、まあなんかノーザと似たようなスキルになりそうですけれども、なんかまあ、これからにちょっと期待が持てるような感じになりましたかね。はい。まあ、ということで、今回ティオ母体確保40連ぐらいか、できましたと。まあ、かなり早いあたりで、自分は今回嬉しいですね。しかも、厳選門あたりだったのが、まあ、これが一番嬉しい。結局、厳選門あたりだったのが一番嬉しいです。はい。まあ、ということで、まあ、使用感とかはちょっと、まあ、多分、闘技場では使おうとは思ってないんで、まあ、王と天下で、まあ、なんか気になった動きというか、気に入った動きがあれば話していきたいかなと思ってますけれども、まあ、あの、使用感の動画も一応は出す予定ではいます。で、まあ、誰かあの、王者とかで使ってる人見つけたら、その人に、まあ、挑んでみて、動きとか見てみたいなっていうところですかね。はい。まあ、ちょっと自分で使うことはあんまりというか考えてはいないというところなので、まあ、相手と対戦した感じの使用感ということで、話させてもらいたいかなと思ってますね。はい。まあ、あの、ヘイトとか、ちょっと気になるところなんで、まあ、そこら辺について話していければと思っております。
はい、というところでこの動画が面白いと思いましたらチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。